はいい、えー、お疲れ様でござ浅草キッドの中にも出てきましたけどもね吉田さんが言われたようにその自分の身銭を切ってまで弟子におごる師匠みたいなね、まあ、そこにななんかかそそのの家族愛っっていうのがちょとと見え隠れするかなと思いまする思まあ、そもそもね日本っていうのは長屋って文化があったりとかその一家を構えるっていうかねあのヤクザの世界でもそうですけどもそれから芸事の世界でもそうですけども名前を受け継ぐっていう文化があるんですよね。 だから誰かの後継者とか2代目とか3代目とかねもちろん歌舞伎の世界みたいな一子相伝で基本的に自分ちの子供にその道を継がせるっていうところもありますけども広く芸の世界その他なんか民間団体の世界っていうのは有能な人に名前を与えて、えー、そいつになんか継がせるみたいなそのためにいろんな人を競争させるってこところがあったんでしょうねだからやっぱねあの 朝キッドの中にも出てくるお金の使い方ですけども粋なんですよね、うん、で弟子の成功を願い弟子が成功してでまあ師匠もね別にその見返りじゃなくって成功することが見返り弟子が成功してもらうことが見返りみたいな、まあ、そこになんかこう、うん、なんていうのかねえー、哀愁があるというかね感動があるみたいなところですよね。 吉田さんもそうですし、私もそうですけども、弟子がね、自由になってくれたりとか、稼いでくれたら嬉しいですよね。でそれは、ただ単に稼いだから嬉しいっていうこともあるんだけども、自分の教えを、ね、忠実に守って、実現してくれて、その人が苦しみから喜びに切り替わったっていうところに、まあ自分がね、こう、関わっていきよかったっていうのと、やってることに間違いなかったっていうふうな、その、自信が持てることかなと思います。うん、で、残念ながらね、あの、 ビートたけしさんの師匠はお亡くなりになってしまいましたけどもでもその心っていうのはビートたけしさんの中に宿っていてたけし軍団ってものになってるんじゃないかなと思います、まあ、聞くところによるとねたけし軍団の中でつまみえださんか誰かがたけしさんと話してる時に「お前なんか欲しいもんないか?」っつったら「つまみえださんか誰かがね俺ベンツが欲しいですっていくらするんだ?」って「800万です」って言ったらしいんですよ。次の日に「ほれ」っつから「800万たけしさんが渡してこれで買え」って言ったらしいんですよ。 で、しばらく考えてやっぱり売れてから稼いで買いますっていう風にお金を返したそうなんですよねで、たけしさんは俺もそっちの方がいいと思うよっていう風に言ってお金を納めたみたいなところがあるんですよそれもまた粋だなと思いましたねいってらっしゃい